ナミさん、おはようございます。速稼塾の久保です。私の母がね、2回目の新型コロナウイルスワクチンを受けた後、ちょっとだいぶ容体が悪くなってですね、寝たきりになってしまったということがありましたけども、まあ本当にね、一晩のことで済みまして、翌日解放に向かって、ほっと胸をなで下ろしたところでございます。まあ、YouTube を私もやってますんでね、こういったことが起きた時にきちんと等身大の形で報道ができるのが、まあ何よりかなと思いますね。まあ母も77ですからね、いろいろと覚悟しないといけないところはありますが、まあそれでもね、少しでも長く共に時間を過ごしたいなと思うな、まあ身内心でございますかね。母とはね、東京に一緒に行ったりね、大好きな葛飾柴又で男はつらいよの映画を一緒に見たりとかね、それから北海道に連れて行ったりとかね、まあ九州も行ったりとか、それから先日は島根の方に GoTo なんとかキャンペーン利用して行かせていただいたりとか、まあずっと私もね、家を出たっきりだったんで、この年になって、まあ、お嫁さんとね、私の子供と、まあそれから母と父とという感じで、まあ兄もいますけども、やっとなんか家族に私も戻れたかなっていう気持ちがしますね。それというのも、この体の枝が私の背後にものすごく大きな資産となって控えてくれてるかなと思います。で、体のステーキング報酬、今回もナミさんね、送っていただきましたけども、本当に大きな意味があるのは、この5日ごとに報酬がこう振り込まれてくる。しかも私の場合、それをすぐに、日本円にしないといけないぐらい生活がギリギリってわけでもないので、まあ、これに手をつけずに20年30年いけるんではないかなとかね、まあ、そうすると今度私の子供の大和くんの暮らしも、まあ、アドバンテージを割いてあげることができるなと思って、本当にありがたいことだなと思っております。まあ油断はできないんでね、いろいろと準備しないといけないところありますけども、まあワクチンに関しましては、打つのもリスク、打たないのもリスク、人それぞれの考え方とライフスタイルに合わせて接種するしないを考えないといけないかなというところでございます。私は新型コロナウイルス自体がそれほど重大な感染症だとは未だに思えないんでね、あまりにもこの日本こと日本では、まあ、いわゆるね、さざ波発言というのがありましたけども、まあ、まさにね、経済を止めるほどの危険はないんじゃないかなとかね、飲食店を抑圧したりとかね、なんかちょっとやりすぎじゃないかなと、その感染症そのものよりも風評によりお亡くなりになった方の方が多いんじゃないかなと思うぐらいなんですよね。まあこれも思いは様々ですし、私もね、そうは言ってもとっても危険なものが日本に来たなっていうふうに思った時期もあるんで、判断は時々刻々と変わるなってことでございますね。この暗号通貨もものすごく大きなチャンスがやってきたと思ったんですけども、実際には多くの方にとってはリスクや危険でしかなくって、まあ投資事ですからね、一寸先は闇もしくは光っていうところかなと思います。まあナミさんね、本当に私たちはお互いに運が良かったと言いますか、ナミさんは先見の明があったのか、体のを、まあ、購入していたってことですよね。で、いまだにこうやって共にお付き合いができている、 YouTube を通じてやり取りができているっていうのは本当にありがたいことだと思います。今でも新潟でね、お邪魔した時のことは鮮明に覚えてますし、ナミさんと初めの頃ね、インターネットを通じて何かのコメント欄でやり取りしたことも、これもね、そんなことがあったなと、あそこからだよなっていうふうにね、いつも吉田さんと話し合うこと、本当様々でございます。これからもよろしくお願いします。動画の方送っていただきまして本当にありがとうございます。これからもよろしく。